画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。デッドバイデイライトプレイグの方、やっていきたいと思います。アーカイブですね。破滅を使っている間に、おお、一瞬で。よいしょ。で、不協和音が反応して、いいのかい？破滅を使っている時に、残り発電機が全て修理されきる前にですね、おお、後ろ見てるやん、ちゃんと。発電機が全て修理されきる前に生存者をね、まあ、ゲームを終わらせるっていう。よいしょ。今の肩はめできたね。よいしょ。まあいいや。ん？で、フック間の距離増加みたいなのがあったので、パーティーっぽい気がするんですが、よいしょ。はい。一人来てない？さあ、それが破滅だといいですね。よいしょ。はい、倒す。割る。あのメグはいいや。ほう。よいしょ。おお、当たんのか。まあ割りましょう。で、不協和音が反応してんだね。おお、つけ切るね。よいしょ。さあ、使うか？使う。OK？ おお、デッドハード、ナイスタイミングだね。よいしょ。よっこいしょ。そこだね。よいしょ。まあ、じゃあこっち側で守りますか。いやー、いっか。向こうもプレッシャーかけに行くか。はい、スプバー。よいしょ。よいしょ。これは結構来たんじゃないか。よいしょ。おお、来たね。ん？まあいいや。みんちゃんから釣りますか。よいしょ。いや、霊障刺さったね。よいしょ。これ助けに来ないかな。で、ここにあったのは破滅か。ここにあったのが霊障だったんだよね。もう一つのエースが起き上がる。いいですね。試合が崩壊したよ。よいしょ。エースを狙います。よいしょ。フック距離増加のオファリングなんか焚いてくれちゃってね。フックがないじゃない。サボタージュしたかったんだろうね。よいしょ。木村優衣も釣っておきましょう。まあ、地下に釣る必要もないですね。こちら側に釣っておけば大丈夫なんで。よいしょ。これで赤ゲロになっておきましょうか。エースを救いに行くのかな。もう向こう救ったか。で、エースを耐久まで入れたいですね。今右に抜けた。ここでカラス飛んだ気がしたけど。とりあえず耐久入れちゃってから考えましょう。久しぶりに霊障がこんな刺さったな。いってるね。うん。ダメだった。よいよい。ちょっと戻ってそこか。赤ゲロにしておきましょう。よいしょ。さあどっかな。まあこっちの方はあんまり来ないからね、言ってね。もうでも傾いてるでしょ。当たんね。ん？あれ？おだくの落としたの当たり判定おかしいぞ。まあ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 いいけど。よいしょ。で、向こうで不協和音してて、エースこれで終わりなんで、まあ、ちょっとフックもったいないけど早めに向こうに駆けつけたいのでここに釣りたいと思います。お宅の土砂の当たり判定変わったのかな。なんかハントレスの斧とかもなんか近くに寄ればなんか近くに寄ると大丈夫みたいな。こと聞いたけど。で、そっちはもう板がないので。よいしょ。さあ、どこかな？せっかくだから全滅したいよね。ハッチ見つけてもどうかな。ここに1個とあそこら辺にあるね。丘が良かったな。ここに丘があれば最高だったんだけど。あ、よいしょ。ただこっからねフックが遠いのよ意外と。ああいけるね。というわけで、破滅をね使った状態で最後の発電機が修理されている前に、全員ね始末すると。あ？どこ行った？意外と近くにあったから危なかったね。木村優の場所がわからん。どこだ？え？どこ行った？這いずりの人探すの本当苦手なんですよね。ゲロかけておけばよかったな。とりあえず不滅で立ち上がらないよう注意ですね。ここら辺じゃないのか。ああいたいたいた。こんなところまで這いずってきて。というわけで、フックの距離増加オファリングをね焚いてね、サボタージュの人がいようともツルフックをねちゃんと壊さないとねいけないんですよね。というわけで、まあアーカイブもクリアでしょう。あと残ってるのはハグのやつだけかな。まあそちらもね、まあ、動画にできればしていきたいなと思っております。まあ、サバイバーは全部終わりました。ただ動画になるようなものがなかったので動画にはしてないかな。はい、アーカイブクリアというわけで、フレイグでした。お宅の土砂のねお宅の土砂のね当たり判定おかしかったですが、まあなんとかねなりました。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。